ホーミーズ1万円お願いします。お兄さん、すごく素敵な服を着てらっしゃって、このオレンジのラインもすごく素敵で、この青い髪と非常に合ってますね。そしてこのピアスと笑顔がもう素敵な男性ってことを象徴してますね。いや、なんか、あれじゃないですか？はい。久しぶりの珍事件じゃないですか、今日。そうですか？ 3 日も珍事件やんなかったら、ちょっと会いたくなっちゃう。あ、付き合ってんですか？忙しくて、ちょっと自分の時間が取れないので。じんたんすな。はい、この動画に行く前に、僕たちは明日の学校で、ちょっとだけ話題になるような面白い動画を投稿しております。ぜひ応援してくれるよって方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、やっと会いました。珍事件&放送事故の歌の世界まで。いたしましょう。イチローがボールじゃなくパチンコ打ってた。レッドブルの宣伝か、レッドブル注ぐな。もこみち流スイカのサラダ、それは合うんですか。ひび割れた道路で自分が割った感を出した。仕事クビになったな、うプリクラ撮るな。エグゾリア初手で揃ってめっちゃ嬉しそう。おじいちゃんがカエルになりますように。おじいに何の恨みある。三河岡崎体育さんの誕生日、色合いが完全にいい。楽天が生えてくる種ありました。出てきたしめじがめちゃ幸せそうだった。テニスボールかと思ったらまさかのインコ。日本橋中華料理ロシアン、どこの国やねん。髪型がありえるめちゃ個性的だね。自民党の選挙カーマジックミラー号。穴埋めクイズ4文字なんだ。横に答えがありました。クリスマスガチャ聖夜の祝宴、当たるのすべてオチさん。コナン君一瞬めちゃくちゃ態度悪く見えた。このパンダ立ち方が完全にアスカ。赤い天気をこぼしたら犯行現場。ドンペリニョン3万円誰が開けんねん。チャーリーとチョコレート工場こんな感じだっけ。教授のお宅にお呼ばれ、いや完全アウト。あそこの中に入れる瞬間は大人になったなと選挙のことね。ナージャグランディーバー、ダイアナエクストラバガンザ、マツコデラックスボス3人。日本一寒い街マイナス30度、その街が今年の夏31度。寒暖差ヤバすぎる61度。奈良公園の鹿たちよ日陰で涼むな。猛暑日のボンネットでベーコン焼くな。この方の職業は現役デュエリスト。北朝鮮からミサイルが発射された模様です。どこもだけ運動会の息子の写真、通りに来たお父さんガチで暑すぎて食品サンプルめちゃくちゃ溶けちゃった。暑すぎてカラーコーンもめちゃくちゃ溶けちゃった。小学生のお背中にまさかの般若。おかえりなさーい。クビになったなう。記念のプリ取ったんですよね。なんなら次の会社の履歴書これでいいじゃん。ああ。証明写真800円するけど、プリ400円で取れます。確かに。あそこの中に入れる瞬間は大人になったなと初体験した18歳。ダメですよこれ YouTube でそんなこと言っちゃう。何言ってんすか。選挙のことですよこれ。投票箱の中に用紙入れる瞬間は大人になったなと初体験した。あそこってあれしかないんだから。いや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 、あそこって投票箱でしょ。あそこって言ったらさ、もうね、穴埋めクイズ。隣に広い家出てます。飛行機ですよこれ。飛行機ですか。あ、模範解除飛行機。いやいやいや、でもね、もう顔写真だ。いやいやいや、それ別なニュースだから。わー出ない。肘置き。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価と Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。それってあなたの残像ですよね。